どうも、しげみうどんです。チュルチュルーそそてる、ご報告がございます。私しげみうどんがこの度コンビを組みます。相方の方はこちらでございます。ドン、ギャー、出ました、ガオちゃんでございます。ちょっとこう、はい、ずっとまあやってましたけども、まあミルクボーイさんの番組をきっかけにここがユニットで始動しまして、そうです。M12 回戦で敗退した後に、来年の M1 もちゃんと出ようかということで、そうですね、一緒にコンビを組んで漫才していこうという。いや久しぶりですよ、コンビとかも。久しぶりってどれぐらいぶり？いや、もう10年以上空いてますよ。10年以上空いてんのか。はい、一番最初に組んだコンビから空いてんの？前のコンビが、おじんきゅう、ね、おじんきゅうよ、はい、2年目ぐらいですかね。ピン芸になろうと思って入ってないんですね。いけるまあピンとりあえずやっとかな。あ、そういうことか。頭でやって、で、ズルズル来てもったかな。長ー、ズルズルが。ズルズルなんか、それがなんかもう、なんズルズル、で、そのままなんか、自分はピン芸人なんて言って相方という機会が特なく、そうですね、そのまま今まで来た感じはありましたね。すごい、今日、まあ、いや、途中からもうピン芸人なんやっていう感じになってましたけど。ああ、なるほどね、はい、よう生き残ってたな、それは。それで生き残れてないですけどね。まあそうか、おるだけなんで。いや、僕もそうですよ、全然、はい、その二人が今からやっていくわけやから。まあでもね、まあなんやかんやあれですけども、はい、この二人のガオちゃんのチャンネルでちゃんと撮ってるから、その西成区住みます芸人に、あ、そうです、ね、あの僕がちょっと入れていただく。これ一番でかい変化じゃないですか。だいぶでかいと思う。だからたすきがいできるわけでしょ。おもろいっすよ。でも12月1日をもって、はい、コンビと一応そうですねなるわけですけれども、はい、正式に、ライオンうどん吉本興業所属ライオンうどん、まあまあそうですね。で、アップトゥーユーという、はい、やったらコンビ組んでないと出られへんね、はい、ライブがあって、これを買って次サバイバルステージ、はい、サバイバルステージ買ってグランドバトル、はい、グランドバトルで上位10名で激戦した。なかなか厳しいところ、これみんな悩んでるところやけど、あ、まあ、ここからまたちょっとね、まあここ気合いるところですね。そうやな、はい、丸腰で行くということですが、皆様温かい、応援をよろしくお願いいたします。まあ、なんかちょいちょいイベントとかもねやっていきたいと思ってます。お風呂屋さんで、ね、ちょっとイベントとかもやってたりする。そうやね、今月あるかもしれない。その 今月というか、ね、撮ってる、まあ、できるタイミングを見計らってるんで。そうね、はい、なんかできたらまた告知しますので、よろしくお願いします。ガオ、はい、ちゃんの西成チャンネルもありますし、はい、僕のしげみうどんっていうチャンネルもありますし、はい、ありますね、各々 SNS 活発にやってるんで、はい、まあ、その点もお互いやりながら、はい、まああとなんか2人で1個なんかね、はい、作れるやったら作ったらええし、なんか作られるとかも、そう、別に新しく作らんでもええし、はい、作りたかったら作ったらええしみたいな。まあまあまあ作り放題やから、別にあんなチャンネルとかは。でもチャンネルまみれてるから、ね、そうやね、チャンネル何まみれてるって多いってこと？まあ、そうですね、僕も今チャンネル3つやってる。え、3つやってんの？一応西成チャンネルしか知らんと、ガオちゃん TV っていうのも一応あるんですよ。ガオちゃん TV、まあ、あんまり稼働してないんですけど、ここはちょっと小ネタとか。あ、ネタっけ？ネタっていうか、ちょっと変な歌とか。あ、なるほど。あとギャグ三兄弟とか。あ、ギャグ三兄弟かな、はい、トークだけ上げるとかでも。ね、ああね、まあその辺ちょっと俺がチャンネル1個しか持ってないね。ああ、もう全部1個にまとめてるやつがある。ゲームとかも、もうゲームも全部、はい、うん、ごちゃごちゃしてるチャンネル、まあよかったら見てみてください、はい、ということで、しげみうどん、ガオちゃん、ライオンうどん結成の巻でございました。ありがとうございます。お願いします。いやチューチュロー。Thank you.